안녕하세요저는브레이쇼군유문이다ということで将軍ニュースのお時間にだ。今日の将軍ニュースは、韓流ドラマを見た1万人が自首。我が国ではね、他の国のね、ちょっとドラマを見たりとかっていうのはね、禁止してるんだよ。ドラマもそうだけど、情報っていうのを仕入れたりとか、ネットをね、使うようなことはね、ダメというふうにね、してるんだよ。禁止してるんだよ。北朝鮮ではね、韓国の動画に関しては、反社会主義的としてね、視聴をね、禁じてるんだよ。2020年のね、12月には、韓流ドラマ、世間に広めたら、死刑死刑にだよ広めたら。で、視聴しただけでも懲役15年というふうにね、俺が罰則をかなり厳しくしたんだよ。厳しくしたにもかかわらずね、こうやってね、1万人がね、見ていたということでね、これはけしからんにだね。愛の不時着とかね、流行ってるにだよね。俺もね、愛の不時着ね、まぁ、ちょっと見たいなって気持ちはね、まぁ、あるんだけれども、反社会主義的なね、それ動画にだで、それはもう俺は見ないの。反社会主義的なね、この行為は、まあ、無慈悲に滅ぼすべきということでね、こうやって見てるやつはね、ほんと処死にだっていう感じなんだけれども、これがね、どこからこう流れてきてるかっていうと、中国から USB でね、こう大量にね、送られてきてるということでね、危ないにだね、ほんとに。まあ、ただね、この USB ね、送られてきて見れるということは、パソコンもね、多少こう普及してしまってるというね、事実があるにだでね、これはちょっと危ないにだね、より一層ね、罰則を強化していかないといけないにだね。今はね、まあ、USB も、そういうこう文化もね、こう遮断しないといけないし、まあ、なおかつね、やはりやっぱ今コロナもね、こう、うちの国では出してないんだよ。鎖国の状態をね、貫いていかないといけないかなというふうにね、思ってるんだよ。韓流ドラマなんか見たら、処すにだよ。以上、プリン将軍でした。将軍 TV マーシー。ご視聴、カムサムニだ。